はい、お世話になります。ラジオのボスです。いつも応援ありがとうございます。新型ブレイクアウト用に、もういろいろパーツ開発してます。まずトリプルツリー。これ新型のトリプルツリーです。今までのトリプルツリーと作りが全然変わってます。純正のヘッドライト対応にしてます。嫌な方は下からでもつけれるように、加工がしてまして、ゴードレイクで、ちょっと鋼材をアルミの鋼材をもう少し、変えて、で作りも変えてます。剛性が良くなってるっていう感じですかね。それと、ゴードレイクね、だからちょっとこう寝てるでしょ、前がね、この部分がね寝てるでしょ。でそれとあと新型のハンドルです。プルバックバーのライザーから、一体式の部分をしてます。こんな感じですね。ごめんなさい、これメッキ前なんですよ。メッキ前で一応これだけ仕上げしてます。プルバックバーの新しいプルバックバーとドラッグバーの間ぐらいで、もちろん幅が狭く乗りやすく、こうかっこいい感じにねしてます。で、チンスポもメッキタイプね。で、あとこれが今製作中のメーターを、中に入るこの、タンクパネルを作ってます。で、それ以外にもいろんな箇所のねカスタムパーツを作ってます。でもちろんショートフェンダーを、あとセンターナンバーステムも作ってます。シートベースももう出来上がって、シートはねもう2023年モデル用のシートはもう販売してますんで、ガンファイターシートも、ブレイクアウト用のシート、もう出てますからね。タンクが大きくなった分に対して対応した分はもう販売してます。あといろいろちょっと細かいパーツをたくさん作っていってますね。もう23年モデルで、次の東京モーターサイクルショーの時にはもちろんマフラー、ジキュラアンダーハイドのマフラーと、車検対応のものと、あと、もろもろ、出していけるようにして、カスタム車両として、出すようにしますので、お楽しみにしてください。このねメーターを取ってね移し替えて、これもまだ今試作の段階なんで、これから改良していくので、もっといいものができるようにしますね。ここまでできてらってらば、いいんじゃないでしょうかね。そう、ローロングなね、なんかまた違うでしょう。あのハニャバーのああいうスタイリングとちょっと違ってね。これは昔からのブレイクアウトとかのこうワイドタイヤのカスタムでね、ド定番な感じですわ。この方が、これは似合ってる。フォアコンでね、そういったスタイルっていうのはいいと思います。ショートフェンダーでね。で、このまま合法で、全部出せるように、作れば、ね、皆さん、乗りやすいんじゃないですかね。これ、この年式から特にね、センターナンバーとかについてね、厳しいこと言われますからね、法的なことがあります。多分このスタイリングが一番、いいと思います。よいしょ。そう、低いからこの画面じゃ映らないよね。ドーロング。ハンドルもね、またちょっといろいろ出します。いろんなもん出すので、どうぞお楽しみにしてください。ご期待ください。いつも応援ありがとうございます。